一本いけー勝てるぞ一本踏ん張る谷幕の内幕の内さん小僧日本フェザー級タイトルマッチもいよいよ大詰めか激闘の果てに勝利の女神はどちらに微笑むのか王者のプレッシャーがかかる幕の内後がない幕の内デンプシロールの体勢ださん、それ僕が持っていくから置いといて。そうかい。じゃ戸締まりしとくね。よし行くぞワンポ。you
よ、休んでろって。大丈夫だよ、試合のダメージは抜けたから。そうは言ってもよ。おう、チャンピオン、もう動けるようになったのかい？はい、おかげさまで。でもチャンピオンってやめてくださいよ、今まで通りでお願いします。でもな、正真正銘の日本チャンピオンなんだから。そうだぜ、俺も親友がチャンピオンなんて鼻が高いぜ。胸張れや。でも釣り船の仕事してる時くらいはこれまでと同じで。やだね、チャンピオン。私たちも呼ばせてよ、チャンピオンよ、日本一。チャンピオンか、そう呼んでくれるのは嬉しいけど、なんか照れくさいな。なんせ本人は自覚ないもんな。んよーし。その上や身長かい。いや、もらい物なんですよ。新しいトレーニングウェアはいいな、体が軽いや、足取りが弾む、一生走ってられるよ。ぐわっ。小僧。はい、会長。とりあえず今回はようやったと褒めておこう。しかし、チャンピオンになったからといって終わりではないぞ。ベルトを狙う立場から狙われる立場になった。戦いはむしろこっからじゃ。今まで以上に締めてかかれ。はい。何しみらかしてんだよ。チャンピオン、お前も歌えよ。え、僕はいいですよ。なんだな、俺のマイクは受け取らねえってのかよ。チャンピオンになった途端選ぶりやがってよ。そんなことないですよ。ところでどうだい、高村さん。木村君、青木君、後輩に抜かれた気分は？俺様は近い将来世界チャンピオンになる人間だからよくわからないんだ。よかったら聞かせてくれないか。クミさん、皆さん楽しそうですね。え、そう見えます。よく聞こえないな。なんでも、でも見ててください、俺たちもやるときはやりますよ。そうっすよ、トミコのためにもベルトを巻いてみせますからね。トミコのため、なんすか、好きな女のためにベルト取るってのが悪いんすか。カッコつけてるつもりか、笑わせんな。青木、ギブ、ギブ、ゴー、一歩くん、おめでとう。いやー、まさに。ちょっと木村と喧嘩しちまってよ。うわー、何するんだよ。嘘だ、高村さんの嘘だね。すごい、いい加減にしてる。ちゃめっきじゃねえかよ。トミコさん、ナースさんですから叩いたりしちゃダメですよ。大丈夫です、ごめんなさい。ボクサーは殴られるのには慣れてますから。そうですか。でも後で木村さん見ます。ナースとしてほっとけませんから。じゃあ頼みます。殴られそう。あの、ところで。はい。チャンピオン、おめでとうございます。え、それと今日は誕生日だって。僕にですか。気に入ってもらえるといいんですけど。もらっていいんですか。え、後で返さなきゃいけないとか言いませんよ。そうですよね、すいません。それではありがとうございます。開けていいですよ。うわー、トレーニングウェア、嬉しいな。一生着ます、擦り切れても着ますから。よかった、幕の内さんの好みとかよくわからなかったから。似合いますかね。え、嬉しい。いいムードだな。でもクミちゃんの優しいお兄さんはチャンピオンのことどう思ってんだろうな。真柴さん、クミさんは真柴さんのたった一人の肉親だ。近づく男には容赦なく。あれから3年か。いじめられてるところを
高村さんに助けられてジムに連れて行ってくれてボクシングと出会ったんだ。そして強いって何か知りたくなった。ボクサーになったらそれがわかるんじゃないかと思ったけど、これをやってみな。10枚掴めたらボクシング教えてやる。くそ、1枚目ぐらいはすぐできた。でも2枚、3枚になるととんでもなく難しかった。もう一度。何度もやった。途中で諦めそうになったこともあった。でも大丈夫だったぜ。ボクサーになりたい一心だった。いじめられていた自分を変えたくて、初めて他人に認めてもらえた瞬間だった。入門初日に宮田君とスパーリングをしたんだ。まだ二人ともプロのライセンスも持ってなかったけど、宮田君は強かった。すごく強くて全然歯が立たなかった。宮田くん！久しぶりだな。なんか運命的だな。今ちょうど宮田くんのこと考えてたんだよ。まるで神様が僕たちを巡り合わせてくれたみたいだね。気持ち悪いこと言うな。え？お前に言いたいことがあってな。ロードコースを変えてきた。僕に？チャンピオン、新人王にも蹴られたやつからすると羨ましい響きだぜ。そんな宮田君は今 OPBF3 位じゃない。僕の方が格下だよ。それに僕はずっと宮田君に追いつきたくて頑張ってきたんだ、あの時から。年明けにはチャンピオンカーニバル、初防衛戦だな。王座から転げ落ちるなよ。お前との決着はまだついていないんだからな。やっとここまで追いついたんだ。宮田君と早く決着をつけるためには絶対負けられない。ベルトは誰にも渡さない。会長。何じゃ。お電話です。鴨川じゃが。わしだに、大親友の猫ちゃんだに。誰が大親友じゃ。知れないの。何の用じゃ。実はな、やつが日本に帰ってきてるだに。やつ、先々月号のボクシングファンの94ページを見るだに。左端の方をよく見るだに。左、やつが帰ってきたからには必ず元ちゃんに絡んでくるだに。
に切るぞい。どうされました？浜団吉、メキシコで引っ張りだこのトレーナーじゃ。メキシコで？お知り合いですか？現役時代に直接戦ったことがある。結果は？2戦して2KO。 猫ちゃんは3勝しとるよ。 KO ですか？会長も猫田さんも強かったんですね。どうかな、うん、命拾いしたと言ってもいい内容じゃった。こやつは天才よ。そのボクシングはツバメ。リングに軽やかに舞い降りたツバメのようじゃった。ツバメ。ダン吉のサンデーパンチはヒエンと呼ばれとった。インファイターアウトボクサー両方を封じる技じゃ。ヒエン、どんなパンチだろう。じゃが天才にも弱点があってな。顎がもろかったんじゃ。ガラスの城、ある試合でラッキーパンチにも似たカウンターが奴の顎を貫き、ついにツバメは飛べなくなった。古い話じゃ。あのパンチはきつかった、うん、古い話でもわしの顎ははっきり覚えとるよ。主の拳の感触をな。ドン吉、写真の。じゃあ、顎を割ったのは会長。どうぞ。おためごかしじゃろ、作らんでいい。そんな。年寄り扱いもいらんぞ。はあ。ずいぶんと久しぶりじゃな。挨拶に寄らせてもらったよ。律儀なことじゃ。主とまた戦えると思うと年甲斐もなく血が騒いでな。戦う？わしのボクサーが今月付でフェザー級1位にランキングされた。主のボクサー？元ジュニアフェザー級チャンピオン真田和樹。日本ジュニアフェザー級チャンピオンを5回防衛した人。真田についたか。真田はベルトを返上しフェザー級に転向。そしてチャンピオンカーニバルではチャンピオンは1位と戦うのが義務。つまりそこの坊や幕の内一歩と日本フェザー級一位真田和樹が戦うことになる。わしへの復讐か。そんな風に思わんでくれ。わしは現役時代主と対戦するのが一番の楽しみじゃったんだよ。歳月を経て互いの弟子同士が拳を交えてくれる。昔話になりそうだったあの戦いを再現してくれる。わしと小僧ではボクサーとしてのタイプが違うわ。主の精神は脈々と受け継いでいる。それでええ。貴様は帰国して日が浅い。真田との付き合いも短かろう。弟子として呼ぶには付き合いは浅いかもしれんが、すこぶる物覚えが早いやつでな。とうに飛燕はマスターしとるよ。飛燕。それではおいとまさせてもらう。おっと、一つ教えておこうか、伝授したのは飛燕だけではない。もう一つ。そうさな、ツバメ返しとでも言っておこうか。ツバメ返しじゃと？リングの中にツバメは2羽おるよ。2羽目のツバメに気をつけるんじゃな。ツバメが2羽。左、戻り際、飛び込め。ぼーっとすんなよ、もう一度行くぜ。あれですか、おかしい。懐に飛び込めたはずなのに。ここだ、このタイミング。左を完全に引いていない。軌道を変えた、左フック。軌道が変わるパンチ、これが飛燕。なるほど。ひょー、会長に言われてやってみたけど、本物はもっとすごいんだろうな。ジャブからフック、アッパーと思わせておき、ジャブ、そのバリエーションも豊富。アウトボクサーはカウンターが取りにくいか。インファイターだと懐に入れない。
さよう、つまりデンプシーロールはこの左で潰してくる。残っている右パンチは？ツバメ返しか。おそらく小僧対策の右と考えてよかろう。つまり接近専用の右。なんだろう、フック系、アッパー系、それとも、わからんパンチにヤキモキしてても仕方ないが、とりあえず対真田戦の特訓じゃ。はい。藤井さん、木下ジムは取材お断りですか？幕の内対策にニューブローを開発中。移植プロフィールでもあるし、俺も盛り上げたいんだがな。幕の内君は？呆れるぐらいいつも通りだったよ。プレッシャーは正直あります。でも真田さんは5回も防衛してる人です。今回はたまたま僕がベルトを持ってるだけで、試合に臨む気持ちは変わりません。今まで通りチャレンジャーとしてリングに上がります。まだ防衛戦ってのにはピンとこないみたいだったぜ。そうですか。真田和樹、帝都大医学部5年、真田総合病院の一人息子。ここなら。どうぞ。こんにちは、真田さん。ボクシングファンの記者さんですよね。飯村と言います。少しお話を聞かせていただいてよろしいですか？アポなしですか。まあ、開発中のパンチのこと以外ならいいですよ。真田さんは大学にも期待されている方と聞きました。医者としての将来の地位もほぼ約束されていますよね。ええ、まあ。誰でも不思議と思うんですが、そんなあなたがなぜボクシングをするのですか？聞かせてもらえますか？僕は親を尊敬しているし、医者は素晴らしい職業だと思っています。ただ、親の敷いたレールを歩くのに何の疑問も感じなかったわけではなかったんですよ。はじめは偶然です。雑誌の広告で練習生を募集してて、まあスポーツはそこそこできた方だから、とりあえずストレス解消にサンドバッグを叩きに行ったんですよ。思いっきりね。それで？それがもう気分爽快で。そうですか。半年ぐらいしてスパーリングをやらされましてね、ボコボコにされましたよ。元チャンピオンにもそんな時期があったんですか？悔しくてね、研究しましたよ。どの角度で顎を捉えると脳震盪を起こすか、下半身の麻痺している間に打てるパンチは何発か、回復の遅いとされるボディーブローの効果と持続性、一つ一つ試して次第に相手をコントロールできるようになった。医者らしいアプローチですね。でもプロのリングでは計算通りにはいかなかった。フィニッシュを確信しても立ってくる。自分も同じ。もうダメだ、まだやれる。自問自答しながらパンチを交換する。今までこれほど自分の意志と力を実感できたことはなかった。そして勝った時の充実感を知ってしまったらやめられない。充実感を得るため、そのためにベルトを返上してまで幕の内一歩と戦うのですか？パワーの差を克服するのは相当厳しいですよ。だからこそやりがいがある。確かに彼の手は圧倒的な破壊力を秘めている。しかし僕は医者を目指す人間だ。この手は人を治す術も心得ているが、逆にどこをどういじれば人が壊れるかということをよく知っている。どうやらただのお坊ちゃまじゃなさそうね。医者の跡取り息子だ。藤井さんが言ってました。珍しいやつだな。真田総合病院って大病院ですよ。大病院？そういえば富子が言ってたことがあったな。病院の一人息子でハンサムでボクシングやってるやつがいるって。看護婦の間でもかなり話題らしいっすよ。病院の一人息子でハンサムでボクサーっつうとモテモテだな。モテモテっすね。
トミコは気にならないって言ってましたけどね。まあトミコはいいとして、トミコは置いといて。なぜ看護婦の間でも話題となると当然クミちゃんの耳にも入ってるはずですよね。看護婦のアイドル対一歩か。さてクミちゃんはどっちの応援をするのやら。安心しろって、お前のこと応援してくれるよ。ただし負けた時は保証しねえよ。無様に負けてみろ。ベルトと女、大切なものを一度に二つ失うかもしれねえな。そんなでもベルトを失ってのは道理ですけど、クミさんは僕の彼女でもないわけで、失うとかそんな。まだそんなこと言ってんのかこの野郎。お前のそのうじうじしたところが前から気に入らなかったんだ。好きなら好きではっきりしやがれ。嫌いじゃないですけど。嫌いじゃないんだ。じゃあ好きでもないんだな。いや、どちらかといえばですね。ああ、うじうじしやがって。お前の気持ちなんざみんな分かってんだよ。くっつきそうでくっつかないラブコメ野郎にうんざりしてんだよ。いえ、一枚クミちゃんに好きだってよ。真田に取られてもいいのか。なんで真田さんが出てくるんですか。まあ確かに強引ではあるが、高村さんにも一理ある。お前は今や日本チャンピオンだ。どこへ出ても一人前の男として胸を張れる。とりあえずいい頃合いじゃねえのか。頃合い、告白のな。でも僕は試合を控えてる身だし。チャンピオンでいるうちはいつだって試合は控えてんだぞ。それにベルト奪われてからじゃカッコつかねえだろうが。告白、告白。しかしですね、あのですね、ひれって俺様が電話かけてやる。待ってください、誰か止めてく。告白、告白。ダメだ電話持ってきたよ。面白半分で盛り上がった。この人たちを止める術はない。さあ、わかりました。その代わり条件があります。よっ。何3対1の腕相撲対決だってよ。俺様が入るとさすがにハンデありすぎなんでな。青木、木村、それと後藤だ。よし、勝ちさえすれば OK だ。生地腕力に自信があるから腕相撲なんて言い出したんだろうが、一歩は知らねえ。バイトの岡持ちで鍛えた青木の怪力よ。まずは俺からだぜ。よろしくお願いします。なんて腕してやがる。まあいい、青木に繋ぐまで粘ってやる。もし告白なんかして久美さんにその気がなかったら、考えただけでもゾッとする。今のままでいいんだ。お互い力抜いて、よし、このままレディーゴー。想像以上に強いぞあいつ。任しとけ。かまん。さあどうだ、これは強敵だぞ。負けるわけにはいかない、絶対負けられない。速攻ぶちかますぜ。レディーゴー。うわー、はぁ、肩外れてんの。なんつーバイキン、幕の内先輩つー。二人目、気が開けなかった。こいつは誤算だ。次の人誰だ。後藤じゃ勝てない。次の人どうぞ。よろしく。話が違うじゃないですか。後藤は鼻血が出てリタイアだ。まあ力不足かもしれんが、よろしく頼むわ。そんなバカな。おお、高村さんか。ご覧見物だ。えどっちが強いんだ。よし、一口1000円からな。高村さんに2000円、幕内さんに1000円。俺高村さん2000円。商売が成り立つほど盛り上がってる。この状況じゃ逃げられない。でも相手は高村さんだ。どうした。理不尽すぎるよ。さあ、何ですかその顔は。そんなに楽しいですか。
そんなに人を陥れることが、そんなに。だんだん腹が立ってきた。早くやろうよ。早く。負けて黙るか。はい、二人とも力を抜いて。レディーゴー。おかね、びっくりともしねえ。どうなるんだこれ。こいつマジで強え。気を緩めると一気に持ってかれそうだ。諦めるもんか。何？まだまだ。おねごとへし折ってやる。負けて止まるか。机が壊れた。勝負は。俺様の勝ちだな。正義が負けた。おいしい。お腹空いてたんです。そうですか。よかったです。来てくれちゃった。でもどう言えばいいんだ。それに久美さんにその気がなかったりしたら、この笑顔が一生見れなくなるかもしれない。そういえばジムから帰るときに青木さんが、トミコからのいい情報を一つ教えてやるぜ。脈ありだってよ。だってよ。だってよ。浮かれてる場合じゃない。これからどうするかだ。あ、雪だ。ワンパくん、ついてきたんだ。ワンパくん、マクロウチさん、公園行って遊ばせましょうよ。え、行こう、ワンポくん。ワンポ、ナイスだ。ワンポ、おいで。かわいい。素敵だ。もともとは高村さんらの悪意からこうなったけど、いいきっかけだったのかもしれない。今なら。さん、はい。大事な話があるんです。なんですか。あの、はい。その、うわ、やっぱり言えない。言ってください。あ、私ちゃんと聞いてますから。言ってください。幕の内さんから。素直に好きだって今なら言える。久美さん、僕は久美さんが試合がありましてですね。その応援にぜひ来てほしいな、なんて。あの。知ってます。病院でも話題になってますから。ナースのみんなは
真田さんの応援に行くって言ってました。久美さんもですか？真田さんは素敵な人ですから、みんなにも応援に誘われてるし。それじゃあ仕方ないですよね。仕方ない？いいんですか？私が相手の応援席にいてもいいんですか？久美さんには僕の応援しなきゃいけない義務があるわけじゃないですし。義務？僕の応援しろっていう権利もないですし。義務とか権利とか、どうして、どうしてそんな言い方するんですか？いや、久美さんが応援したい方の応援をすればいいということで。わかりました。そうさせてもらいます。それじゃあ。振られた？愛想つかされた？帰る。そうっすね。風邪ひくなよ。冷えるぜ。今夜は今年一番の冷え込みだな。お、飯。飯って言ってんだろ。おい、め、うわ。たまには自分で支度してよ。な、なんだ。あ、もう。一心不乱だ。さすがに悪いことしちまったかな。慰めてやるか。いや、やめとけ。ああ、一歩は大事なものを一つ失っちまった。もうボクシングしか残ってねえんだ。せめてベルトだけは守れるように応援してやろうじゃないか。もともとこの人の企画だったのに。時が過ぎるのを待つつもりだな。まさかああいう結果になるとは思ってなかったぜ。試合が近いのに三人の悪魔に心乱されてしまった。でも、もしあの時ちゃんと言えてたら。ああ、もうやめよう。試合に集中するんだ。初防衛戦をクリアするんだ。上場じゃ。あれがヒン。なるほど。コテコテのファイターが飛び込みにくいパンチだぜ。おっと、終わらす気か。引いた。うわ、反撃を予測してたのか。なんて勘だ。主の目は節穴か。え、触診というものがある。患者の体に触れて症状を見ることじゃ。真田にとってパンチを当てるということはそれに近いものなんじゃよ。
勘ではない。また引いた。よく見ておき。右のアッパーから何を。倒れてしまっては2羽目のツバメは見せられなんだな。右ガードで弾いて潜り込む飛燕対策ですね。さすがは鴨川会長。幕内君はいつもあんな感じの人なんでしょうか。チャンピオン、初防衛戦へのコメントをお願いします。チャンピオンは貴様じゃろう。ああ、そっか。なんかプレッシャーとかには無縁そうでしたね。演技ができるタイプとは思えんが、貴様も初防衛戦では体が動かなかったじゃろう。ええ、まあ明日になればわかるわい。おそらくツバメ返しとはフックかアッパーじゃな。僕もそう思います。ジュニアフェザー時代より胸筋が熱くなってました。そうと分かれば恐れることはない。インファイトで貴様のピーカブーは鉄壁じゃ。何よりその距離は貴様の土俵。どうじゃ、少しは肩の荷が下りたか。緊張はしてますけど、いつも通りです。調子もいいですし。よっしゃ、本当にいつもと変わらんようじゃ。あれ、皆さんどうしたんですか。お、帰ってきた。うわー、明日はこれ持っていくからね。絶対防衛してくれよ、チャンピオン。はい、頑張ります。それに俺と社長からこれ。うわー、やっぱチャンピオンの色は赤だよ、赤。なんとって赤コーナーだからや。ありがとう梅沢君。母さん、星が12個あんだろ。お前の KO の数だ。そして13個目も用意してあんだ。明日も絶対 KO 頼むぜ。うん、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。頑張れよ。いやでは明日。おう、ゆっくり休めよ。先生、先生、つぐみと遊ぼう。ん、今から。つぐみ、真田は明日試合なんだ。困らせるんじゃない。会長、少しぐらいならリラックスもできますし。そうか、すまんな。お父さんだけでいきり。こら。あ、そんな。また負けた。先生弱い。本当の試合じゃ強いのにね、先生。つぐみちゃん、僕はまだ先生じゃないんだよ。でもつぐみの風邪治してくれたもの。だから先生、どんな病気も治してくれる先生。単なる風邪だったんだけどな。でも治せないものだってあるよ。病気への不安とか。不安？僕はね、病気だけじゃなく不安も治してあげたいんだ。でもそれをなくすためには勇気がいる。そして人に勇気を与えるには自分も人間として強くならなきゃ。先生強いよ、チャンピオンなったもの。今まで戦った人には悪いけど、自分が強いかどうか試されたことはないと思う。ん？ちょっと難しかったかな。さあゲームやろう。そう、試されたことはない。だからこそ上の階級に答えを求めた。圧倒的な強さを誇る仙道を倒した男、幕の内一歩、うってつけの相手さ。彼が僕を試してくれる。彼に勝てば自分の強さを確信できる。そのための挑戦だ。あちゃー、ま
チャンピオンの赤か。赤コーナーから入場するの初めてだな。伊達さんが巻いてたベルト、仙道さんから苦労して取ったベルト、あっさり負けたりしたら仙道さんもがっかりするだろうし、簡単には渡せない。いや、絶対渡すもんか。真田さんはリラックスしてた。なんでかな、余裕かな、それとも。ダメだ、余計なことを考えるな。勝つことだけを考えるんだ。勝つんだ、勝つんだ、勝つんだ。メインイベントまでには駆けつけるからよ。ケーキ応援すから頼むぜ。必ず KO で勝つつもりだから。お、お。すんげえ気合入ってんじゃねえかよ。これは応援しがいがあるってもんだぜ。どうだろうね。あ、水差すようで悪いんだけど、どうやらいつもと勝手が違うみたいよ、あの子。え、一本は口には出さなくても態度に出るからね。どういうことすかそれ。平たく言うと負けるかもしれないわね。幕の内一歩が入場。初防衛戦を迎えます。赤いシューズにトランクス、腰に輝く12個の KO マーク。今夜その腰に13個目の星は輝くのか。どうしました。大丈夫かと思ってたが、ハマっちまったみたいだな。ダニ、初防衛戦というチャンピオンとしてのデビュー戦のプレッシャーに。なってプレッシャーを一気に感じおったか。仕方あるまい、初防衛戦とはそれほどの重圧がかかるもの。小僧。はい。いいか、一発目避ける。さすれば体がほぐれる、リズムに乗れる。セコンド、一発目。ダメだ、こんな状態で。両者中央へ。こんな状態でゴングが鳴ったら。さあ、戦いの火蓋が切って落とされました。距離を取り睨み合う両者、どんな展開が待っているのか。小僧め、明らかに体の動きが鈍いわい。鴨川勝負。一発目をもらっちゃいけない、避けるんだ。そうすればリズムに乗れる。避けるんだ、左か右か、どっちだ。左、避けられる。右、チャンピオンは大きくバランスを崩した。蹴り足がべったりとマットについていた。硬くなっているのが見え見えだったよ。家庭とこにいきなりもらっちまった。こりゃ効いちまってるぜ。精神的にもな。野郎今頭の中パニックだぜ。なんだ、パンチもらったのか。何が何だか。反発入れずに体が襲いかかる。チャンピオンいきなりの天地。
きなり右の大砲か。さすが元王者、初防衛戦の緊張を見透かしよった。右脈にヒットした。回復するまであと5秒はかかる。惜しくない。坊やの回復を見越して避けたんじゃ。とりあえずペースはもらった。最悪の立ち上がりじゃ。避けてリズムを取るなんて小僧の性に合わんかった。先に手を出せ。サラダに打たせるでない。なんて堂々としてるんだ。これじゃどっちがチャンピオンかわからない。いつものボクシングを思い出せ。自分のボクシングをするんだ。チャンピオンが体を左右に振り始めた。リズムを整えているのか。このスタイルで僕はタイトルを取ったんだ。自信を持って前に出る。チャンピオン突っ込んだ。左をかわして打ち合いに持ち込むんだ。左をかわした。ボディが空いてる。いける。左一線。ヒエン、しまった。真田さんにはこれがあった。来る。まっすぐか曲がるのか。まっすぐの2連打。ダメだ、全然読めない。踏み込みのタイミングが取れない。会長、一番恐れていた展開になってしまった。小僧は実力でタイトルを取ったとはいえ、チャンピオンとして精神的に成熟しとらん。いわば外堀のない城のようなもんじゃ。やすやすと本丸まで攻め込まれてしまった。またしても挑戦者が出る。なんとかかわすチャンピオン。だが止められた。高速の直進かと思えば身を翻して襲いかかる。これが危険だ。まさにその姿、スバメの如し。団吉の前世紀をしのぐキレの良さじゃ。リーチの長い分腕のしなりが効く。飛燕の使い手として真田はうってつけの男よ。ピーカムーか。確かに厄介なカードだ。だから幕の近く丸まっているばかりじゃベルトは守れないぜ。いやー、たまらった。これは効いたか。おっと、ここで第1ラウンド終了のゴング。オープニングは10対9。明らかに挑戦者のラウンドでした。ヒエンってのは想像以上に厄介だな。流れを変えんとズルズルいっちまうだに。だが真田はどんなに優勢でも調子に乗るタイプじゃねえ。立ち直るきっかけなんてくれそうにねえぜ。見事にボロボロになって帰ってきよった。この腫れ具合がヒエンの威力を物語ってる。前いいか、ガードを固めとっても状況は打開できん。ヒエンに惑わされずに前に出ろ。自分から打って出る以外に流れを変える術はない。はい。心拍数は OK、 全て順調です。ただあのピーカブーブロックは厄介ですね。顔の腫れとは裏腹に肝心の急所はしっかり守られてます。構わん、ガードの上からヒエンを叩き込め。もっと固めさせろ。それこそがわしらの願い。名トレーナー鴨川源氏をしても気づくまい。ヒエンすら捨て駒。全ては2羽目のツバメが飛び立つための伏線に過ぎないことを。セコンド、流れを変えるんだ。このままズルズルいっちゃダメだ。一気にこの流れを変えるには。ラウンド2。やーった、チャンピオン掴んだ。挑戦者の声がついた。力すくてペースを取りに来たか。だが飛燕で止める。僕の持っている最強の金剣、デンプシーロール。よっしゃー、これで流れを変えるんだ。甘い。始まる矢先、体ごと割って入ってその回転を止めました。振り子の回転を止めるにはその視点にちょっとした力を加えてやればいい。荒っぽく見えたが、千堂武士は実に合理的な止め方を教えてくれた。攻略法のあるパンチなどもはや必殺ではない。挑戦者体を入れ替えた。冷静に体勢を整える。
セコンドリ団吉がついている以上、この結果は当然全て研究されとるじゃん。王者とはつまりそういう厳しさを背負うことでもある。ひるむな小僧、ここで守りに入ったら流れは変わらんぞ。デンプシーロールがこんなに簡単に止められるなんて。チャンピオン、再びデンプシーロールの体勢。一度や二度止められても諦めないぞ。いつだってそうしてきたんだ。いやんで止めた。デンプシーの回転は飛んだ。接近したら体で止める。中間距離なら冷え。デンプシーロールは完全に封じ込められた。異炎の乱れ打ち、チャンピオン動けない。申し訳ないが何度でも止めさせてもらう。デンプシーロールは僕にとっても一番怖い攻撃だからね。何やってんだ一歩。いや、野郎しぶといな。あれだけガード固めてりゃ有効打はやすやすとは取れねえ。しびれ切らした様だは必ず大きいパンチをぶち込んでくる。一歩はそれを狙ってやがるんだ。はあ、亀作戦か。クソ、ピカムブロックか。なんてかたいんだ。あれじゃ一度離れるかしらいと有効打が取れない。ある。え、有効打を取る方法はある。リズムが変わった。右アッパーガード、よし、押さえた。もう次のモーションに右のダブルアッパーだ。大丈夫、このままのガードで抑えられる。抑えて反撃だ。リングの中にツバメは2羽おるよ。2羽目のツバメに気をつけるんじゃな。なぜじゃ。驚いたか、カモカモ。これぞツバメ返し。理解できん。ブロックを突き抜けるなど物理的に不可能。あのパンチにどんなからくりがあるんじゃ。これがツバメ返し。チャンピオンの膝が折れる。ダンガー。嫌だ。チャンピオンになって初めての試合で簡単に倒れるもんか。脳が揺れて下半身まで運動信号は伝達していない。強いパンチは来ない。ガードして反撃できる。ガードの上から吹き飛ばした。この破壊力がチャンピオンの魅力。勢いを止めただに。さあ一気に形勢を逆転できるか。騒ぐな。ガードの上から叩いただけじゃダメージなどないわ。ん、それでも効いたのか。とんでもない拳じゃ。ガードの上からでも十分威力が伝わる。だが何より驚かされたのは回復力だ。0コンマ何秒で下半身を立て直してきた。これが彼の強さなのか。守りに回るといいことない。真田さんに手を出させちゃダメだ。エンジンかかってきましたよ、一歩くん。強引すぎるわい。リズムが狂うのを恐れてサリムに突っ込んでいるだけじゃ。なんという行動だ。こんなパンチをいつまでも受けてるわけにはいかない。大振りになってきた。左フックを引っ掛けて体勢を入れ替えた。そしてイアンだ。このパンチが再三チャンピオンを翻弄。目まぐるしい攻守の交代だが、やはりエースはチャレンジャーか。くそ、全然僕のボクシングをさせてもらえない。なんとか、なんとかしなきゃ。右アッパー、またツバメ返しか。抑えた。二発目が来る。今度こそ抑える。わかったぞ。だ
キャンパスに膝をついた。ニュートラルコーナーへ。立てない。もう縦に揺すった。運動神経の麻痺が全身に及んでいるはず。いくら回復が早くとも10秒以内に立ち上がることは不可能に近い。僕の勝ちだ。作業終了までに2ラウンド40秒。文句のつけようがないわ。一歩くん、立て小僧。立ってここへ帰ってこい。スパネ会社に敗れ、その方法を教える。立ってわしのところへ戻ってこい。入らなきゃ。あった、チャンピオン気力で立ち上がりました。どうやって精神をつなぎ止めているんだ。ここでゴング。決着は次のラウンド以降に持ち越されました。驚くのも無理はない。信じられんことにあの状況でセコンドの声に反応しよった。あの師弟の絆は生半可なものではないようじゃな。ありゃ縦のアッパーだな。縦のアッパー。一発目は通常通り手の甲を相手に向けて打ち、衝撃でガードをずらす。もちろん普通にもう一度打ってもパンチは通らねえ。そこでこうだ。8オンスのグローブは横約17センチ、縦は10センチ。7センチも小さくなるのか。メキシコ帰りのハマちゃんならではの発想だに。ケンちゃんどうするだにか。小僧、小僧、聞こえてるか。長々とした攻略法を理解できる状態ではない。セコンド、時間が足らん。行ってきます。小僧、小橋健太を覚えておるな。新人王戦で貴様を苦しめたあの小橋じゃ。思い出せ奴の姿を。10年で生き延びたチャンピオン、このラウンドこそ流れを変えたいところだ。回復できなかったようだね。だが僕も余裕はない。一気に行く。イエンの連打だ。チャンピオン打ってがないのか。出し惜しみはしない。小僧は、小橋さんの姿。ザバメ返し決まった。よっ、すり抜けない。ガードされた。なぜだ。そうだ、小橋さんの姿。叩いても僕のパンチを跳ね返した。カラスアームブラックか。いいよ、やった。小僧、これは強固な守りだ。ツバメ返しをシャットアウト。相手は動揺しとるぞ。畳みかけろ。パンチを止めただけでは流れは変わらんわ。まずいですよ、せっかくのクロスアームですが。守りが強化な分手が出にくい。その代わり足が悪い。チャンピオン悲願しながらも前進する。なんじゃと。パンチを恐れない勇気があればこその戦闘。小僧ならやれる。僕の左じゃ止まらない。だったら逃げ振った一戦。くっそ、フック系のパンチに切り替えやがった。あれじゃクロスアームも無意味に効け。いや、無意味じゃねえ。フックの届く近距離、ピーカブー、それは僕の距離だ。チャンピオンのリバーブロー炸裂。挑戦者も応戦する。ロープ際の激しい打ち合い。しかし ダウン。第3ラウンド、チャンピオンの高打爆発。よっしゃ。
夢中で手応えが分からなかった。立てるか、このまま二階級制覇の弓ついえるか。サラダ、邪魔するでない。呼びかけはサラダの集中力を乱すのみ。ボディのダメージは抜けてきた。ただテンプルの衝撃が残っている。足元の神経が応答しない。立てないか。セブン、エイ、やります。おっと挑戦者、何事もなかったように立ち上がった。エイトカウントまで休んでいたのか。ボックス、攻め切るんだ。チャンピオン一気に攻めかかる。忍ぶんだ。挑戦者危険で突き放す。キレが甘い、これなら。危なかった。完全にゴングに救われた。飛炎を払いのけるタイミングもつかまれた。ツバメ返しも跳ね返される。どうする。クロスアームとはの。鴨川めやりおるわい。ハマトレーナー、策を授ける。かなり危険なことじゃ。しかし主ならできる。あえて接近戦じゃ。しかも超接近戦。台風の目に入るんじゃ。台風目、流れは引き戻した。次のラウンドで勝負かけてこい。初防衛戦を飾るんじゃ。初防衛戦を飾る。はい、勝負です。4ラウンド2分経過。スリリングな接近戦が続きます。しかし得意のこの距離でチャンピオンの動きが鈍い。コンパクトな一歩くんのパンチの内側から打たれてる。倒そうとするとパンチは無意識に大きくなる。そこに潜り込まれた。なんという勇気。しかも内臓の急所を的確に捉えとる。医学に携わる真田にしかできん技よ。見ろ。もう酸素欠乏症。治療のせか。息ができない。苦しい。体力に余裕があったのに足が。呼吸困難と腹部の激痛。しかし意識ははっきりし、それを噛みしめなければならない。それゆえボディーブローは地獄の苦しみと言われるのさ。耐えろ小僧。ボディで倒れたら二度と立てん。安心したまえ、地獄ももう終わりだ。頭部を意識を刈り取りに来たか。カバメ返し着撃。チャンピオンどこまでか。いや、直撃はしていない。粘りよる。しかし粘れば粘るほど地獄をさまようことになる。一歩がインファイトで巻き返された。手が出ねえじゃんかよ。手だけじゃねえ、体ごと動かなくされちまったんだ。一歩はあれほど腹を叩かれたことはねえからな。初めて味わう苦しみか。きついだね。マクドーチーズの一発。しかし真田よけろ。なんという集中力。さすがダンキシが見込んだ男よ。攻撃中にも反撃を避ける冷静さ。小僧の猛打をかいくぐる勇気。強い。この強さは本物じゃ。あたまばねー。内臓の筋肉が硬直していくのがわかる。
痛みと苦しさで気が遠くなってきた。目の光がなくなった。レゲストレート、大きく負けだった。もうダメだ。この手をキャンパスにつけば楽になる。楽に倒れる。もらったな、クズ。ロープに引っかかった。倒れそうで倒れない。チャンピオンの意地か。クソ、運のいい。違う、無意識に手を絡めたんじゃ。まったくしぶといわい。しかし運がいいとは言い切れないな。とどめか。挑戦者襲いかかる。ロープがなかったら楽になれたのに。何のために立ってるのかわからないよ。真田さんは強い。こんな相手にベルトを守るなんて大甘だった。何がチャンピオンだ、何が初防衛だ。初防衛戦を飾ろうなんていつの間にか上の立場のつもりでいた。うぬぼれるな。強いって何か知りたかったんだ。こんなに強い人が目の前にいるじゃないか。挑戦だ。目の光が戻った。それまでは挑戦だ。第4ラウンド終了。チャンピオンからくも救われました。まるで腰の入っていないパンチに殺気を感じた。恐れ入るよ、その精神力。心の底から尊敬しよう。だがどうじゃな。丁寧にボディを叩きました。彼でなかったらとっくに終わっています。しかしさすがに限界でしょう。坊やはもう動けまい。一発の破壊力は残しとるやもしれんが、それも地雷のようなもの。踏まねばええ話じゃ。ええ、これ以上は残酷なショーになるだけです。次のラウンドで終わらせます。メキシコでも主ほどわしの期待に応えてくれた選手はいなかった。わしは今でもはっきり覚えとるよ、主から教わった緊張感、充実感、そして敗北感。時代を経てようやくあの時の借りを返す時が来たようだな。小僧、話さんで深呼吸だけしてくれ。ボディのダメージは長時間続く。ガードを固めて守りに徹しろ。反撃は回復してからじゃ。焦らんで後半勝負じゃ。気休めだということは小僧も分かってる。少なくともこの試合中にダメージは抜けない。次のラウンドで限界じゃろう。分かるか小僧、次のラウンドが最後じゃ。頼みの綱は貴様の気力だけじゃ。分かってます会長、次のラウンドが精一杯。何秒動けるか分からない。だけど体のどこかが動く限り全力を尽くす。最後の最後まで挑戦するんだ。セコンドアウト。どうした小僧。足が、はあ、足が効かなくなったのか。立ち上がれんほどに。張り手でも何ででも気合を入れてください。僕を動けるようにしてください。小僧、セコンドアウト。小僧、わしの入魂の一打を見舞ってやろう。お願いします。この老いぼれの手のひらで蘇るとは思えんが、役立つなら何でもしてやるわい。行ってこい小僧。なんだ、背中叩いたぞ。バチーって言ったぞ、バチーって。見てぞりゃ。
ってきます。さあ第5ラウンドのゴングが鳴った。鴨川会長から一括されて送り出されたチャンピオン幕の内一歩、劣勢を跳ねのけることができるか、それとも挑戦者真田和樹がこのまま王座を奪取するのか、目の離せないラウンドです。大家のダメージは1分間で回復できるものではない。地雷を踏まぬよう心がければこの試合はこっちのものじゃ。幕の内君はもう動けない。一気にツバメ返しで落とす。なんとチャンピオンがいった。一気に挑戦者との前を詰めろ。なんと自分から仕掛けてくるだと。体力が残り少ないことを自覚していないのか。まだ力は入る。パンチは出せる。右がめちゃ強烈。あと何発だって計算はいらない。動ける限り手を出し続けるんだ。会長の一発で蘇りましたね。いや、わずかに残って記録を吐き出しするだけじゃ。気を抜くと心臓が止まりそうだ。攻めろ。余計なこと考えると苦しさを思い出す。何も考えずに体を動かすんだ。攻めて攻めて攻めまくれ。挑戦者ロープに釘付けだ。先ほどのダメージが嘘のようなチャンピオンの猛攻。期待感に膨れ上がる後楽園ホール。大家に勝ってるキリはない。落ち着いて相手を見ろ。隙だらけだぞ。十分落ち着いて見てます。僕は冷静です。カモリは血アノーズが起き出てありありと限界を物語っている。だがなんだこの圧迫感は。無謀ならし。僕ならこの選択はしない。次のラウンドにつながるよう動きを抑えて体力を温存する。真田が精神的なプレッシャーを受けておる。無理もない地雷などというものではない。これは玉砕覚悟の特攻だ。しかしそれでも消える前のろうそくの炎に過ぎない。右強烈。しまった。だが乱されるな。冷静さを保て。痛みを思い出させる。ボディ返した。これで後がないという彼の緊張感が集中力が切れる。誰と凄まじい集中力。右がジャストミス。チャンピオンの底力。耐えろ。今度は僕の番だ。幕の内君の最後の攻撃のはずだった。耐えきればろうそくの炎は消える。これは電池ロール。勝負をかけたチャンピオン。自分の命と引き換えに相手の命を断ちに来たか。体力の消耗をしてなお最も破壊力のある技で。だがこの決断は十分予想できたよ。これが最後の攻撃だ。やばい。踏み込まれた。止めた。全幅ロールの回転をシャットアウト。頼みの綱が切れた。行け。一気に切り崩せ。リバーだ。リバーブローが刺さっている。直撃された。カウンターだ。アバラを3つ持っていかれた。挑戦者悶絶。チャンピオン腰を落とす。ガゼルパンチ。首を引っこ抜いた。これはベルトを奪った時のフィニッシュパターン。初めからこれを狙っていたのか。この流れ、この流れの次は嵐のような電波シーロールだ。逃げろ。そこから逃げろ。逃がすな。仕留めるんじゃ。倒れろ倒れろ。もうラッシュが続かない。耐えろ。耐えるんだ。幕の内君は僕の攻撃を全て耐えたじゃないか。耐えきれば
君はもう動けない。僕の勝ちだ。体がきしむ。足腰が粘らない。すべてを出し切った。これで倒れなかったら僕の。止まってしまった。マクノウチのパンチが返ってこない。耐えたぞ。僕の勝ちだ。この強いチャンピオンに勝った。どうだ、マクノウチ一歩。フィニッシュじゃ。サラダ押せば通れる。小僧、まだ終わっとらんぞ。最後の最後まで諦めるでない。動く。かろうじて神経がつながっている。パンチをもらってないのに倒れるわけにいかないよ。倒れるならもう一つ、せめてもう一つ、これを当ててから。バカな、動けるはずないのに。撃て、撃ち込めばとどめじゃ。構想の今日だが、見る影もなくなってしもた。終わりだ。僕の勝ちだ。僕は幕の内一歩の強打に耐え抜いたんだ。この強いチャンピオンに打ち勝ったんだ。この上ない勝利だ。満足と。挑戦者倒れた。フィニッシュの一発を放つ玉、崩れ落ちてしまった。ニュートラルコーナーへ。騒然とする会場。レフェリーが様子を伺う。打撃で倒れたわけではありません。ダウンを取るのか、カウントを始めるのか。精神力は真田のプライドを粉々にした。残されたのはボクサーとしての意地。ある意味一番真田らしくない部分がデンプシーロールに耐えてみせた。だがなんとか勝ち上がった。疲れたで。危なっかしい試合やりやがって。なんだこの大騒ぎ。もういいかな。いいんだったら座っちゃおう。貴様の勝ちじゃ。歓声に応えてやれ。僕の勝ち。そうじゃ。でもパンチ当たってないし、真田さんは。あそこじゃよ。やつもまた強靭な精神の持ち主じゃった。最後に見せたあの意地は見事なまでボクサーだった。さあ立て。ああ、この手だ。あの時もう限界だった。だけどこの手が背中を後押しして、
もう一発分の力をくれたんだ。なんじゃい、いつまで逃げとるんじゃ。一歩くん、戻ってきたよ。ベルト渡さずに済んだよ。ベルト、ああそうか、そうだった、僕がチャンピオンだったんだっけ。忘れてた。え？まあ確かに挑戦者らしい戦いぶりだった。こじゅう、一歩くん。デンプシーロールに耐えて僕は満足してしまった。その瞬間、耐えていたものが一気に。乾杯です。何を言うか、次にやればお前が。納得のいく敗戦です。これで踏ん切りがついた。納得、踏ん切り。グローブを壁にかけるか。二足のわらじで耐性できるほど甘い道ではありませんから。感謝しています。あなたがいなければあそこまで戦えなかった。祈ってるよ、いいドクターになることを。必ず。大変です、幕内君が横になってすぐいびきを。何ですって。試合後に昏睡するのは脳にダメージを受けている場合が多い。これはどうした。いえ大丈夫です。おそらく極度の疲労で熟睡しているだけかと。心配させよって。でも痛感させられましたよ。こんなに大事そうに抱えられちゃ取るものも取れないってね。ちげえね、熟睡してるくせに無理やりでもむしり取れそうにね。何度も坊やは諦めかけていた。だがその度何かに後押しされるように反撃してくる。そう、セコンドへの絶対的な信頼感という後押し。強いはずじゃ、坊やは二人で戦っていたんだからな。言い訳をさせてもらえるなら、わしと真田はそこまでの関係を養う時間がなかった。真田も未練はないだろう。奴にはもう一つの夢がある。じゃが願わくば将来奴が振り返った時、小さな石につまずいたのではなく、とてつもなく大きな山にぶつかったのだと思わせてほしい。浜ちゃん、今度はアメリカだにか。奴もボクシングへの情熱が尽きんな。わしらもさらなる高みに行かねばならん。負けていった者たちが納得できる大きな山となるためにな。幕の内は責任感の強い男だに、強くなるだに。真田さんたちには忘れそうになったことを思い出させてもらった。これでまた上を目指していける。強いって何か分かるまで僕はチャレンジャーだ。釣れますか。え、坊主なんです。あ、フミさん、誇らせたままだった。おめでとうございます。え、会場に行ってたんですよ。やっぱり病院の人と真田さんの応援に。一人です。したい方の応援をすればいいって言ってましたよね。ええだから勝手にしたんです、したい方の応援を。そのまま好きだと言っちまえ。一気に抱きしめたり。しかし、え、やっぱまずくないっすか、のぞきは。俺ら相当暇っつうことっすか。それを言うな。聞いてますよ。
すいません。何やってんですか皆さん。